今日もフルート関西ネットワークの採用バスにご乗車くださいましてありがとうございます。このバスは大出だ名場北センター経由朝霧駅前行きです。次は上野丸です。お子様連れのお客様にお願いいたします。小学校を留学前のお子様は幼児2人目より小児運賃が必要です。次は上野丸です。
歩行中の事故の多くは自転車近くの道路で起きています。高齢者の皆さん、いつもの道でも油断をしない、道路を横断するときは左右の安全を十分に確認して横断しましょう。次は名工下です。次、止まります。大降りの際はドアが開いてから席をお立ち願います。バスの直前直後の横断は大変危険ですのでおやめください。ご乗車ありがとうございました。では、私は栄光さん、お知らせです。自転車を利用している皆さん、
自転車は車道の左側通行が原則です。歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行しましょう。信号無視や飲酒運転などはせず、交通ルールを守り、子どもはヘルメットをかぶりましょう。次は赤城小学校前です。
はい、どうもどうも。先で行きます。温泉の家をこっちで。ちょっと山陽バスの方がいいので、ありがとうございます。ご乗車ありがとうございました。終点朝霧駅前です。傘や携帯電話などのお忘れ物にご注意ください。 IC カードが1枚で運転に1秒間待機してください。はい、ありがとうございました。はい。